ートでの牽制で、台湾兵28機過去最多数の中国軍機が、侵入をしました。今回、この最多28機侵入の裏にある真意と、ロナルド・レーガン空母の監視任務について、詳しく見ていきます。南シナ海では、米空母が必ず展開していますね。睨まれると怖い。2021年6月15日、台湾の防空識別圏内への中国軍航空機の大量侵入が発生。同国の国防部によれば、1日あたりでは過去最高数となる。延べ28機もの中国軍機の飛来を確認したという。日本では尖閣諸島周辺海域において、中国公船の侵入が常態化、事実上、本来の漁業従事者である漁船しか、同海域内には近づけない。事態となっているが、台湾も、また、大きな中国の圧力を受けている。台湾国防部の発表では、今回飛来したのは、J16 戦闘機14機、J11 戦闘機6機、H6 爆撃機4機、空強500早期警戒機2機、外発位戦勝回機、および、同電子戦機。各1機の合計28機だとされている。台湾では、近年立て続けに飛来する、こうした中国軍航空機の、防空識別圏侵入に対し、そのすべてに迎撃用戦闘機の、スクランブル発進は見合わせていたと伝えられているが、今回は、さすがに発進させたようだ。同時に、スクランブル発進を実施しない場合でも、代替策として打ち出していた。地対空ミサイルによる監視体制は、今回も同時並行で展開し、領空侵犯に発展する事態に備えたという。中国軍機の台湾防空識別圏内への侵入といえば、台湾が実効支配をしている南シナ海のプラタス諸島周辺が主であったが、今回は台湾本島南部にまで及んでおり、さらに脅威度が高まっている。中国軍航空機がこうした台湾本島に近い場所にまで飛来した理由としては、まず第一に、この6月にイギリスで開催されていた先進主要7カ国による G7 サミットの声明に反応したものと考えられる。今回の G7 サミットでは、台湾海峡における有事を憂慮し、中国の行いを名指しで非難する共同声明が発せられており、これを真っ向から否定し威圧する目的の行動であったものだと推測される。G7 サミット後には、北大西洋条約機構、NATO も中国の核兵器を頂点とする軍事力の増強や、宇宙空間、サイバー空間への進出に警戒感を募らせており、中国が国際社会に脅威を与えていると非難した。こうした G7 サミット及び北大西洋条約機構の声明には、アメリカのバイデン新政権による中国の囲い込み戦略が政治的に一段階進められたと、その動きを日本でも歓迎する声も多く聞かれる。ただ、こうしたアメリカを中心とする動きに対し、中国政府自体は、いたずらに中国の脅威を助長する言説だとして、激しくこれを非難する。コメントを発しており、あくまで強硬な姿勢を崩していない。
台湾防空識別圏への中国軍航空機の大量侵入の翌日の16日には、中国政府は改めて台湾問題に諸外国が関与することを容認しないと宣言し、台湾独立に向けた動きと他国の干渉に強い反発を見せている。今の中国政府からしてみれば、台湾は香港と同じく自国の支配する領域であり、現台湾政府が外国と協調して正式な国家としての独立を基とすることを最大の革新的利益の喪失と位置づけている。そして今回の中国軍航空機の飛行の理由の第2点としては、さらにその1日前の14日にアメリカ海軍の大型原子力航空母艦ロナルド・レーガンの空母打撃群が南シナ海に入ったことも挙げられる。アメリカ側としては、これも最近恒例となっている南シナ海での中国の領有権主張を否定する活動の一つだと思われるが、これに対する強い反抗の意思を示したものだとの指摘もある。ただし、アメリカ海軍の報道官によれば、航空母艦ロナルド・レーガンの空母打撃群に対して中国軍航空機の接近等の行動は確認されておらず、直接的にこれに向けた示威行動はなかったと言える。昨年など一時期は、中国軍航空機がアメリカ海軍の空母打撃群に向けて攻撃を模した飛行を敢行した事例もあったが、今回はそこまで踏み込んだ行動は中国側も見せていない状態のようだ。尖閣諸島周辺海域において中国の圧力が増している日本では、今回のG7 サミットや北大西洋条約機構の会談内容を世界各国による中国包囲網の強化と見て評価する向きも多いようだが、楽観視はできない。アメリカのバイデン政権はこうした枠組みの構築を一歩進めようとすることに表面的には成功したかのようにも見えるが、フランスのマクロン大統領などはアメリカと完全に歩調を合わせることを否定している。こうしたフランスに象徴されるように、多くの北大西洋条約機構加盟国にとっての直接的な軍事的脅威の対象は依然としてロシアであり、アジア太平洋地域の中国は未だ間接的な国でしかない。無論今回の世界的な新型コロナウイルスの蔓延で中国の関与と脅威が認識され始めたことはある面では事実だが、イタリアやドイツなど中国に経済的に依存傾向の国も多く、過剰な期待は禁物だろう。むしろ悪意を持って捉えるならば、フランスはインドネシアに戦闘機、フィリピンに潜水艦を売り込む好機としており、イギリスも韓国の軽空母やトルコの戦闘機開発を兵器ビジネスに利用している。中国の軍事的脅威を間近に受けるアジア、太平洋地域のこうした国々に対して、その脅威を逆手に取った自国への利益誘導を狙う行為ともいえ、安易な中国包囲網の完成とは言えない面も見え隠れしている。